のまま待っててね。一本団地ならばちゃんと信号は守りましょうね。めったに車来ないからね、渡りたい気持ちはよくわかるけども、渡っちゃったね。そして釣られると、これが日本人の悪いところだよね。誰かが行けば右へ習えで、余計なところで右へ習えするんだよね。現代日本は悪いことを右へ習えちゃダメだよ。